里崎チャンネル。何なんですか座れって。ここに何かあるんですか今日。これ何ですか、セカちゃんですか、メインですか。メインです。メイン一人で、はい、何するんですか。里崎さん、誕生日おめでとうございます。おおハッピーバースデーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディア里崎さん。おおハッピーバースデートゥーユー。そういうこと、そういうこと。でけえけえこれあるやん、もっとミルクレープ。ミルクレープこうホールとかじゃない。違います。何ホールはな、ホールのケーキは CG でグリーンバック後ろにあるみたいなでこれいや時間あったやろまあいいけど美味しいから。そう。5月20日誕生日。44歳になりました。やばいっすね。知ってたんですね。まあでも僕、王さんと一緒の誕生日ですからね。あと野球界で言えば田中健介とか。まあでも44歳っすね。おっさんっすね。やばいっすね。そう考えても、だから引退してから6年目っすね。38で引退したんで。だから引退してから6回目の誕生日っすね。いやー、これなんですか、いつ出すんですか。午前0時00分ぐらい。皆さん、ありがとうございます。佐々木誕生日です。5月20日です。44歳です。気持ちは20歳です。まあでもそう考えたら、43歳、激動の43歳だったね。だって YouTube 始めて、だからまあ、いわば約1年ですもんね。頑張ってきたっすね。今年の目標言おうか。44歳目標。でもこの今、状況がね、きついから、何もできないけど、とりあえずは、夏ぐらいまでには、30万人登録者数いきたいですよね。なんとか頑張って。で、もっと面白いことしたいですね。イベントとかやりたい。オフ会やりたいですね。あとなんか今なんかね、いろいろまた考えてるんですよね。いろんなこと。いろんなコンテンツでやろうって。それを実現させたいですけど、コロナの問題があるから、なかなかね、だからやりたいけど今年できないかもわかんないですね。来年になるかもわかんないですね。やろうとしてることが簡単にできなさそうだしね。だからもう今年は、44歳、半分は冬眠ですね。冬眠して力蓄えていくしかないですね。ワクチンとか、もう薬ができたら、一気に飛び立てるように。もう熊やな、熊の冬眠やな。でやっていくしかないですね。でもまあそう考えて44歳なんですね。あと6年経ったら半世紀ですね。やばい。人生折り返し、もう折り返しすぎてんな。ゴールに向けてる。人生のゴールやばいね。まあでも、どうすかね、皆さん。皆さんは何歳なんですかね。まあ、1歳から100歳の方までいるとは思いますけども、まあ、いろいろ大変ですけどね、ハッピーな2020年になれるように、してもらいたいなと思うとですね、まあ、いろんな動画のコンテンツをこれから出していってですね、まあ、イベントとかもできたらやりたいなと思うんですね、まあ、これから皆さんが楽しめることをですね、まあ、44歳になってもやっていきたいなと、思います。そうですね。やってほしいこととかコメント欄に書いてほしいですね。こういうのをやってほしいとか、こういうのどうですかみたいなのね、祝福のコメントとともにやってほしいのを書いてくれれば、それ見て考えましょうか。モットーはですね、体は大人、心は子供、名探偵コナンみたいなね、そんな立ち位置で、コナン逆っすね。心は大人、体は子供っすもんね。でも僕はもう体は大人、心は子供で、童心の気持ちを持ってこれからもやっていきたいですね。44歳ね。まだまだ44歳ですから、バンバンいけるように頑張っていきたいなと思いますし、まあ、皆さんもついてきていただければなと思います。ということで、1976年5月20日生まれ里崎、2020年5月20日44歳になりました。皆さんありがとうございます。食べるわ、ミルクレープ。めっちゃ美味しいわ。